皆さんこんにちは、将棋部佐藤です。今日は3月31日、将棋日記の第10回目になります。10回目、まあ、いよいよね、1桁台から2桁台に変わるというね、大きな一歩を踏み出すことができたと思ってます。僕結構こういう節目でなんとかっていうのは結構好きでですね、まあ、自分の中でもちょっと特別な感じもしますし、まあ、実際にこう数を重ねたっていうのが数字として分かるいい機会だと思うんですね。やはりですね、最初なんか0の時から1にする時、それからまあ3から5ぐらいの時、それから10回を数えるあたりでですね、結構気持ちの変化っていうのが出てくるんですね。例えばもう0から1にする時っていうのはやっぱりまあどうしても不安ですし、まあ初めは本当手探りなんですね。それがまあ3回から5回ぐらいやっていくうちに、自分の中でなんとなくこんな感じなのかなっていうのがつかめて、でそれをさらに同じようなことを繰り返してやっていくことで、10回超えたあたりですね、自分のやってること自信も出てきますし、自分がねこういうことをやっててよかったんだなっていうふうに実感するようなタイミングでもあるんですね。でこれがさらに20回30回50回100回200回300回と繰り返していくうちにですね、こう自分もそれが当たり前のことになって、自分の活動にね自信を持つことっていうのができるようになってくるわけですね。でこれ何事もそうだと思うんですね。で将棋を学ぶときもそうだと思うんですね。初めなんか全くゼロの状態だと、どういうふうに動かしていいのかっていうのが分からないところから、なんとなく、こんな感じでやろうかなっていうのを自分の頭の中で描いてですね、それを実際の対局として、1、2回、3回やってみる。でやっていくうちになんとなく分かってくるんですね。でなんとなく分かって、それをさらにこう何回も何回もやっていくことで、自分の中である程度形っていうのが見えてきて、それが当たり前にさせるようになって、それが、ね、自分の自信になって、自分の一手を決めるものなんですね。何事でもですね、数をある程度やらないとわからないことっていうのはありますし、数を重ねていくことでわかるってこともいっぱい出てくると思います。何かねこう躊躇してしまうようなことありましたら、まずは思い切って1回やってみる。でやってみて3回5回繰り返して、さらにね、10回、20回と繰り返していって、そこでね、もう一回振り返るということをしてほしいんですね。そうすることで、自分のね、活動、行動がより早まって、より高いね、成果を得られるようになると思ってます。はい、今回はですね、将棋日記の10回目を記念しまして、自分の活動、この将棋日記という活動を振り返りつつ、皆さんにもね、ちょっと有益な情報をお届けできたらと思ってお伝えしました。いかがでしたでしょうか。ぜひね、また、私の方も10回、20回、30回、50回、100回と繰り返していきたいと思いますので、ぜひ次の動画もお楽しみいただければと思います。それでは失礼いたします。